チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもうマジかですね。本当面白いです。はい、コズです。今回は、昨日ですかね、ちょっとね、六本木の方行きましてね、モリアーツギャラリーの方行ってきました。はい、まあ、それを言えばわかると思いますが、こちらですね、はい、週刊少年ジャンプ展、はい、いやこちら行ってきましたね。今回はボリューム1ということでね、創刊から1980年代伝説の始まりということでね、本当80年代の、アニメじゃない、漫画ですねを、ピックアップした、ボリューム1ですね。まあ懐かしいですね。もうすっごい懐かしいよね。もうハイスクールイケメン組とかね、ゴーキンギンガも見てたしね、ついでにトンチンカンでも桃太郎も好きでしたね。で男塾とか大の大冒険、僕でダッシュブルースとかね、ターちゃん、もうね懐かしいね。もうね、いやーすっごい結構面白かった本当に。いやーこれね、まあ近い方は本当ね、ぜひ足を運んでね、行っていただけたらと思います。はい、まあ遠い方はねちょっと厳しいかもしれないんですけどね。はい、まあこういう感じでね、展示してましたね。はい、で結構ね、一番最初になんかこうスクリーンで大迫力の映像が流れるところに案内されるんですけど、まあ、そこでねバーッといろいろとね、映し出されます。それはね、現地で、見てくださいということでね。はい、まあ、公式グッズもいろいろすんごい本当にいっぱいあってね、もう本当欲しいのがすごいあって、もう金が足んないね。うん、もう本当予算オーバーですよ、本当全部買ったら。で一応来場者全員に素敵なプレゼントということでね、10種類のね、ランダムで手に入る、1枚だけね手に入る、特製ステッカーですね、表紙を飾ったステッカー、こちらがね、観覧を見終わった後に、券を見せると、1人1枚もらえますね。一応ウィンドウボックスでなってまして、まあ、一応ねそれはもう開封 してあるんですけど、まあ後でご紹介しますけど、こういう感じで渡されます。はい、で中身はわからない感じですね。はい、これがね、一応後で紹介します。はい、ということでね、まず最初にねもう昼ぐらいだったんでね行ってきたのが、その時にね一応ちょっとレストランみたいなところがありましたね、ありまして、すごい空いてたんですよ、ラッキーなことに。で、すごいね眺めがいいところに、席を案内されてね、一応ちょっと景色が見えるところの席がお一つ空いてますって言われたらね、通されてね、ほんといい絶景だったんでね、インスタにも上げてるんですけどね、一応後でね概要欄に、インスタのリンク貼っておきますんでね、皆さんフォローしてください。はい、ということでね、そういう宣伝も含めましたけども、実際こういう感じで行ってきました。ジャンプ店バーガー祭りということでね、バーガー伝説降臨集い最強バーガーたちということでね、こういろいろな本当ねキャラを模したようなねハンバーガーがすごいうまそうにあるんですよ。で一つ紹介すると、ハレンチ学園オー猛烈サルサバーガーということでね、いやほんとこれもううまそうだよね。はい、で男一匹ガキ大将バーガーということでね、もう黒い真っ黒い帽子をかたどったね。はい、で、こちら葛飾区亀有公園前発出場、ああ最後噛んじゃった、りょうさんのソースコロッケバーガーっていうね、これもすっごいね。で、筋肉マンのマッスルバーガーということで、ね、もう肉って書いてこうハムでねトサカやってますね。いや凝ってますね。
でキャプテン翼、サッカーボールのチキン南蛮カツバーガーって言ってね、カツはね南カツの、カツを入れてますね。うん、いやこれもサッカーボールを模した凝った作りですね。で、北斗の剣バーガー、北斗神剣バーガーということでね、北斗七星がこう入ってますね。いやーいいね。で、下が、セイントセイヤのねアテナの尺状と、縦のチーズバーガーということでね、尺状と、縦が備え付けられる、まあこれも食えるやつだと思いますけれどもね。で、シティハンターバーガーで100トンのハムカツ&エッグバーガーということで、100トンのあのハンマーをね模して作られたバーガーですね。で、最後ドラゴンボールバーガーですね、亀仙流のフィッシュバーガー、これすごいんですよ、亀って書いてあってね、これはなんとね第1話の初めに悟空が尻尾で釣った魚をフィッシュフライに見立てた亀仙流オリジナルフィッシュフライバーガー、すごいね。第1話のあのスパポーンって蹴り殴ったあの魚の、かつフィッシュですよ、フィッシュフライに、ドラゴンボール通信集、これはね気になる通信集の中身はということでね、まあ、これはねネタバレになっちゃうんでね、実はね頼んだのが、ドラゴンボールと、コチカメバーガー、はい、こちらをね、食いました。まあ、食ったって言っても、一人で行ったんじゃなくてね、もう一人行ったんですけれども、二人で行ってか、ね、それぞれ頼んで、で、俺はね、こっちのリョウさんのハンバーガー食ったんですね。コロッケバーガー、ハンバーガーじゃないね、もうねコロッケバーガー食ったんですけど、すごいボリューム満点でもお腹いっぱいになっちゃってね。まあでも高いよこれ、1600いくらだったっけな、うん、そんぐらいしたね確か。めちゃくちゃ高いよね。まあしょうがないよねこういうところはね。うん、まあディズニーランドと一緒だよね。うん、まあディズニーランド引き合いに出しちゃったけど、まあほんとねこれはすごい味が濃い、何しろさすがリョウさんみたいな感じの、めちゃくちゃ味付け濃い。うん、でもうまかった。で、ドラゴンボールはね、これは、もう一人が食ってたんで、まあ、味は分かんないんですけど、まあ、この中身はね、実はパカって中身が開いて中に何かが入ってるんですけども、それはね、ネタバレになっちゃうんで、言いませんけれどもね。はい、いやーほんとね何しろすごいね。とにかくね、俺が行った時はね、本当昨日の土曜日だったんだけど、空いてたね、すっごい。めちゃくちゃ人が少なかった。なんでか知んないけど。いや、ラッキーだったね。うん。っていうことでね、今回は、これプラス、買ってきたものの紹介をね、していきたいと思います。じゃあまずね、一つ目はそうですね、どれにしようかな。いろいろ本当買ってきたんですよね。いや本当お金がちょっと足んなくてね、ちょっとお金はねもう一人の人に借りましたけどね本当お金が足んなくなっちゃって、じゃあ1個目はこれにしようか、はい、これですね、ドラゴンボール、はい、ドラゴンボールですね。これは、ね、何かというと、複製原稿2枚セットでですね、はい、まあ、税込みだと2000円ちょうどぐらいなのかな、はい、複製原稿2枚セット、はい、こちらを買いましたね。いや複製原稿、複製原稿とかねセル画とかも好きなんでね、はい、これを買いましたね、まずね、はい、で、続きまして、そうですね、じゃあこれいこうかな、はい、セイントセイヤですね、セイントセイヤの、切手ですね、切手とクリアファイルの、セット、セイントセイヤフレーム切手セット、はい、こちら、お高く3056円プラス税なので3300円ぐらいかな、ここね、うん、これを買いましたね。いやー高いね、ほんと。
切って使えなくもないけどね。いや何がいいってね、やっぱ自分の星座がね、ここのねトップのアリオリオと並んでいるっていうね。でもなんで佐賀謎男バージョンって思うけどね。もう素顔を知ってんだからいいじゃん、素顔でいいと思うんだけど。まあどうこもそうだけどね、うん、いやこれはね本当高かったけどもね、もう勢いだね、勢いで買っちゃったみたい。はい、で続いてね、買いましたのが、こちらですね。はい、セイントセイヤのね、万年日めくりカレンダーということでね、ほぼ無限に使えるカレンダーということでね、コスモを燃やせ、燃え上がる俺のコスモ、運命に導くありし究極の名言がここにということでね、裏を見るとまあ一部だけど載ってるんですよね。うん、こういう名言集は載ってるんですけれども、どうかこのジャブのせいにお乗りくださいっつって馬乗りになったっていうね、うん、ちっちゃい頃のジャブがね、アテナのね。でな、やっぱねこう見ててね、やっぱこのサーガな自分の星座はやっぱ推しだからね、すっごいやっぱこれいい、かっこいいと思ってね、まあ、サンプルがあったんですけどね、うん、まあそれも見ながら、いやいいねこれと思って、悪サガだけどね、ワルのサガ、と、うん、いうことでね、一応31日分があるからこうやってね、まあ自分でめくらなきゃいけないんですけど、まあほぼ無限に使えるというね、うん、これは2315円プラス税ですね。はい、まあ、2500円ちょうどぐらいかな。これは買いました。はい、うん、特にあの今回はあのまあね、ちょっとあの未開封で撮っておこうと思うんでね、今回はあの開封っていうのは、まあ、一部はやりますけどもね、はい、ほぼほぼはちょっとあの紹介っていう感じになっちゃいますけれども、じゃあ続いていきますか。続いても、またセイントセイヤなんですけれども、セイントセイヤばっかりなんだと思うけど、本当好きなんですよねセイントセイヤ、セイントセイヤの、コースターですね、アートコースターの、ボックスを買いました。もう一個一個売ってるんですけど、もうボックスごと買いましたね、なぜかって言ったらボックス風に言うとこって言うんでね、こうアテナとアテナエクスクラメーションの、この3人3人がね、得点税ついてくるんですよ。で真ん中が佐賀なんでね、これも外せないっすよね。で全45周なんですよね。なので一個一個買ってたらもう自分が欲しいの絶対当たんねえだろうと思うんだけどね。まあ本当俺の場合佐賀一辺倒になっちゃうから、一応ね、ワンパックコースター5枚入りなんですよね、ランダム風にで、ワンボックス買うと9パック入ってるんで全45周ですね、フルコンプできるんですよ自動的で、得点3個入りなんで計48枚ということでね、これすでにコンプしてます。はい、なので開けません。はい、一応これ未開封で取っときます。ちなみにこれコアーツって言ったけど、ちなみにこれね、お値段がね載ってるかな、載ってないか、あ載ってねえな。ちなみに今ぶっちゃけね、値段は5000円ちょいぐらいしましたね。めちゃくちゃ高えよと思って、これだけで俺ちょっと予算のほぼ半分持ってかれたんで。でもなんか欲しくてね。で、続いてがですね、こちらですね、ジャンプ展、のプレミアムカードダスセット。はい、いやこれはね本当絶対買おうと思ってたんで、はい、こう見るとねこういう風に筋肉マン、こち亀、
アラレちゃん、セントセイヤで、ジョジョのね、5つが入ってますね。残念ながらドラゴンボールじゃないんですね。おそらくドラゴンボールはボリューム2とかで多分収録されるんじゃないかなと思いますけど、今回本当ボリューム1なんでね、ボリューム1だけのやつなんで、今のうちじゃないともうボリューム2になっちゃったら買えなくなっちゃうんでね、うん。いや、セイントセイヤもいいんですよ。サガいねえじゃん、サガいねえじゃんって思ってたら、後ろにデカデカとサガがいるって。まあ、12級編のボスですからね。で、ジョータロー、第3部だからね。第3部ギリ、もう80年代だったからね。うん、はい。こういう感じでね。はい。これはね、これは、これはね、ほんと、2000いくらだったかな、でしたね。はい。で、まあ、これはまあ、ほとんどね、開けずとも見れるんでね、いいんですけれども、続いてがですね、まあ、いや、ほんと、続いても何もすごいどんどん紹介してたけど、めっちゃ買ってるよからね、これ。正直言うと2万いきましたからね。いや、ほんとね、いや、それでも足んないぐらい、もっと買いたかった。うん、で、これはね、開封しようと思います。はい。セイントセイヤ、アクリルミニフィギュア、全22種ということでね、税込み500円ぐらいですね。はい。こちらをね、2つだけ買いました。予算の都合でね、2つしか買えなかったんですけど、もっと買いたかった。もちろん狙いは、ジェミニです。うん、22時だから22分の1だからね、これをちょっとね開封したいと思います。まあ、その前にね、一応ちょっと置いといて、最後じゃねえや、もう一個あった、もう一個はですね、こちらです。はい、白い箱、なんやこれってね、なると思いますけれども、はい、セイントセイヤマグカップっていうことでね、1111円、はい、俺結構マグカップとかいらねえ派なんだけど、なんで買ったかって言ったら、絵柄がね、絵柄がいいんですよ。こう12星座がね並んでて、なんとセンターにサガがね、謎男じゃなくてちゃんとした素顔で出てるっていうね。で、下がヨーロス。いや、これセンターにこの2人がいるっつうだけでもうこれ買いでしょうと思って、で、こういう感じですね。で、どうこも素顔ですけどね、うん、いや、サガかっこいいわ、イケメンすぎやろ、うん、で、中もね、すごいこう日時計のあれになってるんですよ。でも、これすっげえ残ってるなと思ってね。いや、これほんとね、マグカップ嫌いな俺でも買っちゃいましたね、思わず。はい、はい、ということでね、で、最後、ほんと次がほんと最後です。次がね、ほんと最後なんですけど、はい、こちらです。はい、で、紙ペラみたいなね、ジャンプ店の公式図録って言ってね、まあ今多分ね、一応画像は出てるかもしれないんですけれども、一つが3500円で、ちょっとね、一つがね、3500円ということでね、買いました。はい。いやー、これはね、なんかね、現地でサンプルがあったんですけど、一部分しか見れない状態になってて、まあでもね、セイントセイヤが一応ちょっとあったんで、そこにね、またサガが映ってたんでね、買っちゃいましたね。はい。ということで、これがね、一応ね、発送が、
発送が8月末から順次発送し、9月中旬には完了予定なんでね、おそらく8月か9月上旬ぐらいには届くと思います。そしたらまたね紹介したいと思います。はい、ではね、そのなんだろう、特典通貨ね、特典のこちらですね。これはね、何が欲しいかっつったら、全何じゃんだっけ、全8種だったか忘れたけど、それでね欲しいのがドクタースランプとドラゴンボールとセイントセイヤ、まあ、あとはまあキャプテン翼とかもいいんだけど、まあ、とにかく一番欲しいのはドラゴンボールで、2番目がセイントセイヤ、はい、これの2つだけとにかく欲しいと思って、まあ、まあ、まずもう一回行くことないだろうなと思ったんでね、とにかくこれに全てをかけたんですけど、とりあえず1個目、まあ、こうね、めくりました。はい。そしたら、まあ、以上でね、大体わかるんですけど、はい、行きます。じゃじゃん、セイントセイヤー。わ、来ましたね。超いいと思って。ラッキーと思ってね、ほんと嬉しかったね。やったぜ、と思って。はい、これ一応シールになってます。はい。いやー、と思って、次ドラゴンボールだったらマジ神じゃんと思って、行きます。じゃじゃん。つっかえた。ちょっと待って。あ、つっかえてる。はい、行きます。はい。じゃじゃんってこと。なんとドラゴンボール。これはちょっと神ったね。いやーすごいね、もうセイントセイヤとドラゴンボールがね両方来てくれたっていうね、まさかの確率ですよ。いやー超運がいいと思って、これだけでも超満足、行ってよかったと思いました、ね、いやーほんとよかったなー。ということで、その運をここで使い果たしたのかどうかがこれで決まるっていうね。はい、じゃあ行きますか、セイントセイヤ、狙いはサガです。はい、じゃあ行くか。ちょっと待って、どうやってめくる、ああここをこうやって行かなきゃいけないや、ここをこう、ちょっとなんとか綺麗に剥がしたいんで、ちょっとねそこをちょっとカットします。はい、ということでね、なんとかうまくこうね剥がせました。はい、ではね早速いきたいと思います。いやーマジちょっとこれでジェミに来たら神だぜこれ。よし、いきます。頼む、来てくれ、来てください、来てくだ、いきます、一斉のセイントセイヤ。あ、まずラインナップだった。あ、ラインナップの中にあるな、これ。ラインナップの中にあるぞこれ。いきます、セイントセイ、あれまだ、あ、あれなんか落ちた、あ、ちょっと見えちゃった、ちょっと、そういうのなんかフライング気味なのやめてほしいよね。はい、いきます、もうこう見えちゃったんですけどね。はい、セのセ、はい、神谷です、アクエリアスの神。いやー、ちょっとゴールドセイントなのはいいんだけどな、こういう風大差があって、あ、なるほど、そういう風になってんだね。で、ここにこう立たす感じだ。ね、こういう風に。なるほど。いやー、そうですか、そうですか、そうきましたか。いやー一応ラインナップはこういう感じで、あ、こういう感じもない、あれ、あ、なんかこういう感じですね。いやほんとこういうクロスとかあるのが一番、ちょっとクロスいらないよね。いやこの中でサガだけをね出すってむずいよね。それこそほんと確率変動だよね。
いやーマジでねえだろうな。よしじゃあもうラスト1個、はい、これにかけます。はい、またね綺麗に撮っていこうと思います。はい、ではね、まためくり終えましたので、さっプッてプッて、これこっちだからね。ではね早速、いきます。はい、今度は間違わないです。ちょっとちゃんと取ってから、取って引いてちょっとこれ台座こぼれてるけど、押さえに入りました。はい、ではねこう平らにすればいいんだ。でちょっと掴んで、よしよしよし、行くぜ。キャラ掴んだ、よし行く。一斉のセイントセイヤアルデバランアルデバラン、うわマジか、そう簡単にはいかねえか。いや調子こいたな、マジか。いやチェミに来なかったな。いやむずいよそりゃ、こんだけ種類あったら。っていうことでね、まあアクリル台座はね、アクリルフィギュアはちょっとまあ負けましたけどね、まあ、負けたも何もないんだけどね。はい、ということでね、以上に、なりますね。はい、まあね、皆さんもね、まあ、お暇な時、これからね、お盆休みとか、入られる方もいると思いますけれども、まあね、行く予定立ててる人の中にはいるんじゃないでしょうかね。お盆休みに入ったら行こうみたいなね、まあ、多分、お盆は混むと思いますけれども、行くだけの価値はあります。はい、まあ、自分もね、なんとか行けるなともう一回行ってね、ちょっとこのアクリルフィギュアちょっとリベンジしたいけどね。はい、ということでね、ちょっと長くなりましたけれども、これにて終わりたいと思います。一応ね、そのね、一応写真も撮ったんですけど、まあ六本木ヒルズからのこう光景とかの写真はね、そちらはインスタグラムで、アップしてます。なのでね皆さん、必ず、フォローしてください。ということでね、今回はね、以上に終わりたいと思います。またね機会がありましたら、ボリューム2はね確実にいきますんでね、ボリューム2、あちなみにボリューム2は3月です。はい、来年です。ボリューム1は10月15日で終わりますね。はい、なので皆さん、夏、まあ、もしくは、最悪秋でもね、間に合いますんでね、どうぞ行ってみてはいかがでしょうか。はい、ではこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。